激戦の末、豊臣秀吉、森蘭丸、郭淮たちは平清盛による傀儡の術を退けることに成功。そのまま三方ヶ原を抜け長篠へと達した。時を同じくして同校での戦いを終えた徐行と郊外が長篠に到着。豊臣秀吉と徐行たちはすでに長篠入りしていた周隊とも合流し、ここに大規模な共同戦奮戦によって生まれた新たなる可能性、くすわを並べる仲間の方がこの上なく頼もしい。英雄たちは勇躍して長篠の戦場へと踏み出した。馬隊殿、同行より助太刀に参りましたぞ。これでわしらも長篠で戦えるというものよ。ご忠臣、この先でお猿同士が争っております。大きいお猿には伊達の鉄砲隊に武田の騎馬隊、小さいお猿には顔色の悪いおじさんと美少年がついてます。戦況は五分五分ってとこすかね。勢いだけなら小さいお猿が勝ってるかも。分かるような分からぬような報告だな。しかし貴公は武田の忍び、雪村殿と戦うことになるのではござらぬか。お仕事っすから。武田騎馬隊に加え伊達の鉄砲隊か。昨日の戦いよりも手強い相手だな。その割に豊臣軍は前線してるみたいだね。俺たちも手伝おうよ。それ進め、一気に攻め立てるんじゃ。あほらら、おっちょっと出てんじゃないのよ。ほらやった。分断された。どうすれば。罠じゃと。わしらで救援に向かわねばならんな。すべて倒す。おっと、ここは通行止めだぜ。おお、こいつを恐れ。見事な戦ぶり。元気でいく。首もらった。鳥が出るよ。ここで口当てろ。強敵なきゃダメなんだ。もう秒だ。なきゃダメなんだ。いかに対応すべきか。なきゃダメなんだ。はい。
活躍です。助かりました。心からの感謝を申し上げます。ランマル殿も危ない。至急救援に向かいましょう。助かりました。今じゃ砲台打ちかけ。やらなきゃダメなんだ。ここは忍びの出番でしょ。なんと激しい射撃。これでは迂闊に近づけない。なきゃダメなんだ。風邪当てろ。撃退すれば解けるかもしれませんね。強くねえ。これでよければ相手に。おっとやべ。戻れ戻れ。俺の番だな。その首叩いた。飾るを得ぬか。液晶撃ち取ったぜ。すごい。やるじゃねえのよ。今日のところは退散してやるぜ。俺が出るよ。参ります。はっ、やっ、兄貴ともに。
私は一体何を。雪村様、よかった。雪村様が戻らなかったら私…すまぬ。そなたには本当に心配をかけたようだ。俺の番だな。雪村殿も無事助けられた。残すは敵総大将のみ。メス。お見事です。その首いただいた。ダメなんだ。見えぬか。やらなきゃダメなんだ。敵将撃ち取った。あの巨大が世界を包んでおる。近く奴はやり大きくなって帰ってこよう。わしは清盛と共にオロチを待つ。それは果たして真実でしょうか。オロチ様は以前いない。そなたは真の三国無双よ。雪村を取り戻すことができたわ。妖術に操られていたとは。己の未熟を恥じるばかりです。雪村殿が心身ともに健康を取り戻されて何よりです。まだ術が解けない方々がいらっしゃいます。何とかして解放して差し上げなくては。ここから先は私たちも共に参りましょう。全力で戦います。操られたのかも。必ず救い出す。アンク。やる。お見事。おお。おお。お見事にご。そうか。さあす。おほ。